ございます。ありがとうございます。次の日です。はい、今日のメニューを発表お願いします。シーバス鈴木の丸ごとシーバス鈴木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 のそのまま丸ごと甘酢あんかけチャーハンです。はい、一匹油へポーイして、うん、それに大量の甘酢あんかけをドバーってかけてチャーハン作ります。はい、よろしくお願いします。はい、します。頭落としたらちょうどだね。でも砂糖、醤油、酢を1対1対1対1で甘酢あんかけができます。はい、あ、ちょっと頭がまだ開けてる途中でしょうか。うろこ落としするじゃなくて、あっちがいい。いや、こっち。じゃあ、500、500、500ぐらいで 1.5 リットルぐらい作る。ん？はい、これね、鈴木さん。はい、こちら鈴木さんです。うん、鈴木の匂い、臭い。これが取れるの？ちょっと痩せとるんよね。じゃあ500入れよう。どんくらいがいいかな。いった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 、皆さん、あれば教えてやって。夢ば300、夢言ったやん。いった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 の恋よ。ああ、いや、ちょっと夢あるんです。帰り帰り話してたけど、俺の夢は何でも濃い料理屋さんを作ることです。いった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 の。そう、もう何でも。メニューはこの間宗吉とさ、うん、あのチーズあんかけチャーハン作ったやん、うんうん、あんな甘いやつとか、ね、俺の煮込み、甘い煮込みハンバーグとか、うん、俺の濃いスープね、濃いスープとか、うん、あとあれなっけ、あのいきなり雑炊いきなり雑炊、あのもつ鍋のあの油が浮いてこんくらいの層で固まるぐらい油が入ってる、いきなり雑炊とか、もうとにかく唐揚げももうマヨネーズかけまくったやつ出すし、うん、あ、俺あれ出してほしいな、あの、そば。あの、甘いそばやろ。甘いそば、ね、肉うどん、肉そば、もうね、かけそばとか選べんけ、もう肉うどんしか選択しないけ。濃いやつね。中毒性がありそうですね、そのお店。そうそう、なんか結構全部入れていきたいな。ドイッドイッドイチキュー、多分入れていいと思う。タレウロコは取っておきましょう。はい、入った。じゃあ、黒子滝さん、黒子滝さんがもうそろそろ終わる。黒子滝と、あんに入れる野菜や、忘れとった。よし、じゃあ、お腹開けます。くっさかろうな、昨日ちょっと出よったもんね、口から。あー、ちょっと出よったね。あー、なんかゲー吐きよったね。ゲー吐きよった。ちょっとだけ開けます。うわ、くっさ。野菜はあんかけに入れる野菜です。あ、はーい、しあ、ごめん、取った。なんでか小学校の時にピーマンとサラリーマンが被っとったじゃん。よし、よし、よし、ね、ピーマンとサラリーマンが被っとったじゃん。種を取っていきます。あ、くそ、今のさんでいうか頭。鈴木はね、なんかちょっとやっぱ臭いよね、うん、まあでもこれね、多分ね、全然マシな方のね、海のあの、綺麗なとこで釣れたもんね、あれ、うん、あの、ちょっと加工とか顔のやつやばいもんね。やばいやばいやばい。チヌとかもそうやけど ね、泥臭さと、なんか変な生臭さ、やっぱ本当に海だけにいるやつとさ、あの、川淡水にも海にもいるやつとさ、淡水にしかいないやつ、まあ、淡水の方が臭いよね、やっぱなんだかんだ、ね、あれやっぱ、なんでだろうね。食い物、育ってきた環境が違うから。育ってきた環境が違うか、好き嫌いはひらめない。今入れます。はーい、はーい、わかりました。いいかな、おりゃー、タケノコ。タケノコ。タケコリ行ったかね。たかね。タケノコどう切ったらいつも。よし、できた。これをしっかり水気取っときましょうかね。はい。あ、いた。はい、油にドンするんで。あ、なるほど。と、なんか中華っぽいけん、これを。あ、はい。マリモどうしたの？逃げる？逃げる？マリモ？
あれも逃げる？哀愁漂う背中。もう一丁大きか中華鍋行ったかな。ね。マリモ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 。チャッカ。はい。カッチャ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 。おい。よし、これで。はい。おおよそ180。わからん。もうこうなるとわからん。もうもうカンカンに。チンチンね。チンチン。チンチンしていきます。はい。はい、あんかけ、最後に片栗粉入れて完成です。手熱は入れたら量が多いけどね、これできた、これ、ほんとほら見て、あ、うまい、ドロンドロンなった、うん、できました。あん、まずあんかけ、じゃあしばすちゃんに片栗粉まぶしていきますね。はい、なんと今までで一番成功したかもしれない、甘酢あんかけ。そんな作ったことないけど。よーし、油ドボンするよ、ヨラさん。いきますか。見たいでしょ。見ないよ。見たいでしょ、油ドボン。チャーハン作りよくよ。ヨラさん、油。めよくよ。あげてくれ。油へ。いけそう。いけ。いけそう。いけるよ。はい、サムネしながら、これで油をかけながら、おお、いいですね。やっていきます。入らんね、はい、シーバスね、意外と入らんもんね。入らん、入らん。じゃあチャーハン作りまーす。チャーハン、チャーハン。さあ、いいいい、うわー、いい、よーし、チャーハン、チャーハン、チャーハン、いい、チャーハンでーす。塩コショウ。はい。よし。チャーシュー入れます。なんか聞こえてきた。鶏からスープの素入れます。はい。と、ネギも入れます。はい。はい、1人目、はい、上手にできたろ。うん、早い。ゴイゴイスはどがんなったか。お量入ってしまうと、うん、縮んだよ、身が縮んでいい感じ。自然も入ってる、見たよ。まあ、それでしょ。これが魚を食べる中で一番無駄なく食べれます。中までしっかりね。結構バリンバリンよ。うわ、ちょっとやる。すげえ、ヨナさんすごいことなっとるよ。いい感じよ。いい感じよ。はい、あげまーす。はーい。うわ。ずるい。うわ、すげえ。あれ、畳皿は？畳皿がちょっとまだ。ここに乗せます。はい、うわー、すっげえガリンガリンや。よし、ガリンガリン。重さ、油吸っていくよ。あんかけるよ。いやー、どうぞ。カモン、野菜あんを、はい、うわうわ、うまそうね。丸ごと甘酢あんかけ、全部かけたいです。全部うなんかこれみたらし団子もしてる。お店で出したら流行るよ。ほら、できた。できた。よし、じゃあ食べる準備していきます。はーい、はい、できました。いただきます。いただきます。はい、こちらです。つくじろ。つくじろよ。もうみんなでつくじろ。あ、じゃあつくじろ、つくじろ。ここら辺おいしそう。お腹ら辺パリッパリ。うわ、パリンパリン。甘酢を
つけて。いただきます。皮も多分パリッパリッ。うまい。シーバス、え、シーバスが、うわぁ、こんな美味しくなるの。皮と一緒に食べて。いや、皮と一緒に食べたっちゃう今。うまっ。めちゃめちゃうまい。はぁ、これね、皮と食うのが一番うまい。淡白なこう魚はこういう感じがいいかもしれないね。臭み全くない。臭みないし、めちゃうまい。なんか周りパリンパリンやもん。やばい、とにかくめっちゃうまい。何も作り、ほら、おいが良かったこと取っちゃうっけ。これここがね、多分ここじゃ決めとって。これ、これ、これいただきます。骨あるし、ナスとか椎茸と一緒に食ったらめっちゃうまい。骨ね、食え。骨やろ。ナスと椎茸とかタケノコ、椎茸なんかピーマンとか一緒に身と持って食ったらさらにうまい。うま、ん、うまい、ね、うまい。ということで、はい、釣ったシーバス鈴木丸揚げにしてあんかけて食べてみました。ありがとうございました。さあ、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。